す。始まりましたノクターンレディオ37回目です。アドラデデセイレセイス、やったやった。お疲れ様です。なんか食ってんな。あ、すいません、タケノコのタケノコを食べてました。わー、いいっすね。里オブタケノコうまし。すいません、ちょっと今お疲れやましたなので糖分を補給しておりました。すいません。素晴らしい。うん、そういうラジオです。ちなみに僕はキノコ派です。あら、じゃあなんで置いてなくてあのキノコが、だからちょっとあのまあね、あの敵を知り己を知ればなんとやらでございますから。敵かい。うん、いや美味しいですね。どっちも美味しいですね。はい、はい、ということでそんな私が吸血キリア役の山下誠一郎でございますノクタンは、そして監督の森田と純平です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい37回目ということで。そうですね、あの 前回ラジオとしては前回2週前になりますけど、はい、はまあ誕生日ということでね。ああ、そうでしたね、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。本当に各所で祝っていただいて嬉しい限りでございます、ね、本当に。実は早見さんは、はいはい、5月29日なので、まあ、このラジオで言うと1週間前ぐらいなんですよ。はい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 、もうすぐあのノクターンブギー1周年が迫っていますね。そうなんですよ、ちょっとなんかやりたいと言いつつね、もう日々に追われて全然ない。いや、誰もが忙しいっていう、まあしょうがないことですけど、いや、もう嬉しいことですけど、ね、いやいや、なんかちょっとやりたい、やりますよ、頑張りますですね。無理せず楽しみたいと思います。はい、さてさて、まずはね本編のお話でも早速していこうかと思うんですが、はい、本編がこの段階だと35話ですかね。はい、冒頭のダンスのクオリティが上がっとるあのもうあのステップ僕踏めませんからね超えた、リアル超えた。はい、山下誠一郎が踊れないですよ本当に。あれ、いや、あれやってもらいますよ。ちょっといやいや、おかしいおかしいおかしいな。でもいつものあのカクカク動きもなんかちょっと寂しくなりますね。あの初期の動きがなくなるってくるっていうのは。なるほどね。はあ、あれはあれでまだまだカクカクしてきますよ。味だったんだなってすごく面白かったですね。あの先行して予告をしますと、あら、発表ですか、なんかの。はいはい、あのおそらく次の次の話数ぐらいから、はい、37話、はいはい、からさらなる進化をちょっとね、マジですか、遂げようかなと思ってます。どうなるんこれ以上。えいやいや、まだまだ全然、あのまあもちろんね、そのやりながらなので、はい、あの あまあそのちょっとここがみたいな、テストというかまあ、はい、実際にお披露目してみてっていう。そうですね。へえ、すごい。これがほんときつくて、そう、作るのに。そう、へえ、もう楽しみですね。はい、生温かい目でちょっと見ていただければね。あ、なるほど、はい、そして、はい、そしてあれですよ、思い出した、35話といえばあのあれ壁にかかった絵ありましたよね。出ました、あれは忘れちゃいけない、白餅さんからいただきました。白餅さん、ありがとうございます、はい、めちゃくちゃクオリティ高いよね。いや、もう思うんですけど、やっぱ皆さんもうプロじゃんって思っちゃう、僕からしたらね、本読み時とかもさ、うん、みんな見た時言ってたよね、いやプロやんみたいな。そう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 、本読みの段階で今回の話数はこの絵になりますちょんっつって出してもらってたから、うん、知ってはいたけど改めて見るとっていう ねプラス今回はシチュエーションも実は入ってるんですよ、なんと仮面ダンサースパッツ RX ですかいや、あれはね、あの僕の趣味です。深夜テンションでしたかえ、なんだろうこれね、まあいただいたのは綾花さんという方から。綾花さん、はい、今回いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。ダイエット、はいはいはい、こうキャラクターがダイエット宣言をして、でもなんかこう我慢しなきゃいけなくて、うんうん、ダメだよって言われたり、なるほど、なんかご褒美くれたり頑張ったらみたいな、うんうん、なんかそういうシチュエーションが見てみたいですという。ダイエットあるあるをやったみたいな。はい、そうなんです。なるほど、だからもうキリア君がね、清がちょっとだけこうふっくらしたのに一瞬で気づいて、周りには一切気づかない、ね、ペラペラ喋って、しかも最終的にあごめんないって言ってあの言い方最高でしたね。そう、あ、いろいろそうですね、パターンあったんですけど、ちょっとやっぱ柔らかく言った方が
良かったですね。なんかあちょっともっとしれっとしたパターンも実はあったんですけど、はいはい、あごめんなっていう、うん、それはちょっと違うなと思ったからちょうど良かったです、ね、あんぐらいねがベストでしたね、はい、はい、ちょうどよく、あのなので、なんだろう、自分的には割と冷たくあしらったつもりなんですけど、うん、なんかあれがなんかまあマリーの瀬戸さんの芝居と相まってなんかいつものやり取りみたいに僕見えて、はいはい、あなんかいい感じに収まったなって感じがしましたね。そうだね、いつもこういうことやってんだろうなっていうノリに落ち着いて、うんうん、そう、あとあれですね、仮面ダンサースパッツ RX の言い方は良かったです。あのそっちが採用されて良かったです。いやいや、こっち気合い入れてくれたなっていうのはね。じゃあリス、あのリスペクト、原作リスペクトです。そうだよね。そうです。これはもうリバーブ入れるしかねえと思ってる。ありがとうございます。プラスあれですよね、そのまあお芝居的なことで言うと、はい。こうやっぱりアドリブをね、また入れてきてもらって、それ僕は採用したんですけど、あのたまらないなっていうね、はい、あのこれ脚本に入ってなかったですからね、このたまらないなは、ルイがいやすごいのレベルじゃない気がするって言った後にたまらないなみたいな、あれそんなこと言いましたっけ言ってた、やばい、もはやもう無意識で言ってる一番危ないパターンだ、作り手も演者も無意識で作ってて、やべえ、やばいですね、たまらないですねいやめっちゃ裏話言うと、はい、そのセリフ、そのキリアが、はい、ちょっとふっくらして お腹周りがちょっと1センチぐらい厚くなったからかな、たまらないなって続けて言ってたんですよ、もらったやつは。ああ、はいはいはい、そうそう、で続けて言うとちょっと冗長な感じしたから、ちょっとあの臭いというか面倒くさいというか、そうそうそう、重いというか、そうちょっと長いなみたいな、胃もたれしますよね、うんうん、だからああまあこれ言ってきてくれたけどあれかなと思ったんだけど、全部突っ込み終わった後にふわっと言うところ面白いんじゃないかなと思ってたまらないな、そう言いましたら、なんかすげえ僕めっちゃ好きなんですよあれ。ああよかった素材有効活用ですねでもあのリサイクル捨てるとこなしみたいな、いやいやほんとね素晴らしいですタマコがピザ持ってるな、あれもちょっとあの AB 型の A がめっちゃ出ちゃっていやいやそれで触るな、洗え洗えと思いながら抜けがけは何だっけ、何でしたっけ、八つ咲き、八つ咲きって言って、もう僕はその面白さよりもあの白いニットにピザがつくのが耐えられなかった、見ててバカ野郎みたいな、クリーニングみたいな直で持ってますからね、恐ろしかったですまあちょっとね幽霊なんで、あの、うん、存在感が薄いから気づかないされて撮ってる。いやにしたって階段裏で食うのは汚いですよ本当にああいうのこまほこりがたまりやすいとこだからダメですよ本当に。大丈夫、影山さんすげえ掃除してくれてる。ああなるほど、面白いなあとはあれですかね、まああの毎回最近やっぱ監督のゲーム実況もいろいろとやらせてね、この間なんかそうそうあれですよね、キャストを語るみたいな時僕、はい、あれは僕じゃない、キュウキスキリアだ、あのなんかコメントしてましたけど、あそうそう、でもそっか、ドライブ、ザ・クルー2、あそれはねドライブですね、あのなんかブギナーの皆さんと、はい、なんかこう語らい、もうちょっといろいろ話してみたいなと思って、はいはいはい、でドライブゲームだったらもうバーチャル助手席みたいな感じで、あの横に乗ってもらってドライブしながら喋ってるみたいな雰囲気出るかなと思ったんですよ。なるほど。したら意外とブギナーの方がめっちゃ喋ってくれて、僕はあの運転に集中しちゃうっていう運転手みたいなっていう、運転手みたいなっていや結構ね、あのその時はね、はい、あのもうロストソングの話がすごい多かった。ああれですよ、この間くのちゃんに会いましたよ、そういう意味だとロストソングで思い出した。なんかちゃん、ね、監督がなんか元気そうにしてるよって言いました、うん、なんつってた、いやなんかうわーな懐かしいって言ってて変わらない天使がここにおると思った。天使おるよね、うん、ね、いやくのちゃんさ、はい、あのくのちゃんの話するけどさはい、モンハンでね出てんすよくのちゃん。え、ライズですか？モンハンライズ、うん。あ、そうなんすか。へえ。アメちゃんを売ってるね。ええ、可愛いキャラで、そういつもね、
いや僕知らなくて本当に。はいはいはい。でまあゲームやってて、どうぞ飴いりませんかみたいな声が、はいはい、なんだこのすごい可愛い声でも聞いたことあるよなみたいになって。はいはいはい。でクリアしたらスタッフロールがこうクレジット流れでしょ。エンディングロール、はいはいはい。そうそう。で「美咲くなお」って書いてあって、あやっぱり、いやいや世界基準はいはいはい。へえー、そうなんですよ。すごいつながってますね。そう、まあゲームそうっすね。いやビレッジもあクリアして、もうクリアしましたね。なんかクソ自慢に聞こえて嫌なんですけど、いや言っちゃいな、ちょっと大きいテレビでやると酔うなってちょっと分かりました多分。あ、なるほどね。俺みたいな成功者が持つ、違う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 、でかいそういうの来るって分かったけど俺ぐらいになればまあ酔っちゃうレベルのっていういまあまあ言うても家のテレビなんでちょっとこうパソコンに比べたら大きいわけです。はいはい、うん、なのでまあまたやるなら酔い止めかなみたいな感じはしてるんですけどなんでね、まあゲームもねまたしてえなと思いつつ、ちょっと自分の中ではちょっとライブとかがまだあるので、あこの現状ね、今の段階ではまだライブがあるので、いや今年はねたまたまやっぱ去年ライブ中止に なったっていうのが多かったですから、うん、そのまあリベンジを今年まあ果たせるだけいいなと、な本当にもう切り替えてすぐ。でもやっぱノクタンレディオは半分ちょっとねこうやってタケノコの里食えるくらい自由にやらせてもらっててるから楽しくやらせてもらってるし、まあやっぱ今はね声優さんがまあタレント的なね要素を求められる時代っていうのもあるし、まあそれは昔からそうだと思うんですけど、めっちゃテレビ出てるね今ね声優さん。今はね来てますね、めちゃくちゃ出てる、ね、めちゃくちゃ来てる、うん、てか山下くんも出てるもんね。え出てない怪談話とかさ、あれはいはいはい、あれはそう、あれはなんか怖い話を朗読するみたいな感じで、あれはなんかちょっとでも言うても芝居なんですよ、まあまあね、うん、見せるのはだからすごい僕としてはすごい楽しかったんですけど、はい、例えばクイズ番組とか出てる方とかやっぱいっぱいいるし、バラエティで、うん、それはもう無理だな、胃が持たないと思っちゃう俺はうん、すごいと思いますよ本当に。いやもうボケるとことか与えられるんだよ。いやもう無理無理本当にだからもう僕一本グランプリとかすごい好きなんですけど、はい、あんなん絶対できないと思いますもん。いやまああれはね、うん、まあ芸人さんのね天井人が集まってるから。いやそうそう本当に笑いの、いやだからあれができるってすごいなって思うし、すごいとは言いつつあれに近い形式のことを今声優にが求められてるっていうですよ、うん、ことなんですよやっぱり。そう、ね、あんまり否定的なことを言うではなくてですね本当に、はいはい、だそこはもう自分でも身の振り方は常に考えつつって、まあこの間年取って余計に思いましたね、今後どうしていきたいのかなとか。ああ、うん、つつましく生きていきたいわけじゃないけど、やっぱりなんか僕は得て増えてのあれが極端なのでグラフが本当にダメ。結構だからあれだよ、なんかこう調子乗ったというか調子のいいディレクターとかが来てそれも見たことある。山下さんちょっとねやっちゃってくださいよ、ちょっとちょちょいっと笑いとってみたいな、ちょっといい感じにいい声出してくださいとか言ってそうそうこれやめなさいリアルなやつやめなさい本当監督がそういう人いっぱい見てきたみたいな感じですよ本当ね。いやいるよいっぱいそんなやつ。あやっぱそうなんですね、うん、うん、何の話だっていう感じですけれども、いやまあいろいろ本当だから精力的に活躍されてますし、そうですね、お忙しいと思うんでね、まあ、やっぱでもライブとか楽しいなと思います、うん、この間のライブプリパラのライブ2日間やったライブは有観客だったので、うん、久しぶりでしたね、懐かしかったです本当に。まあ声は出せずともキャーって言いたいよね、で言ってほしいですもんやっぱ歌ってる時にも決め台詞とかがあるんですけど、俺にキャーよこせと、あそう思いました、好きにしていいぜってあるんですけど台詞が、はいはい、歌はねそれだったんです、そういう歌だったんですけど、うん、やっぱりいつもだったらそこでうわーとかキャーとかイエーイってなるんですよやっぱ、うん、だから目の前にいる皆様のことも考えつつ、うん、配信の方のためにもアプローチの仕方みたいなのも考えることになりましたね、やっぱ ここ最近は、うん、リモートとか配信でできることもあるって
いうのを生かしていく時代になればいいなと思いますしね。いやもうでもそうなってるしね、うん、前向かないとしょうがない、うん、前を向いた結果次の次の話数が監督の英知の結晶だということで、うん、いやそんなハードル上がっちゃったよ。なんかまあまあなんか実験です。実験、あ実験か、うん、そしてまあ本編とこのノクタンレディオとあとあの監督のねゲーム実況とかもね、はい、えでもレースゲームうまいってことですよね。要はいやいや多分ジャイロゼッタオンリーです、ね、ジャイロゼッタがうまい、マリカーもうまいよ。おマジですか。うん、マリカーしたいですね。マリカーはもういつでもギリギリマリカーできるんで僕、うん、それはいい。いやありがとうございます。いつもキリアさんに来ていただいて、はい、いやいや本当にねキリアさんの尻叩いて行ってこいっつってコメント打ってこいっつって言ってるんでそんな関係なんですね。主従関係なんですね、はい、うわたまらないなって言いながらいやいいんだ叩かれるやばいやばいやばいはいということでね引き続き、本編ともども応援していただければと思います。おいはい、お相手は吸血鬼リア役山下誠一郎と監督の森川純平でした。はい、それでは皆さんいきますよ。せーの、グッバイラブギー。うーん、タケノコ。